こんにちは。山本太郎さんね。私も結構好きなんですよね。タレント時代から。あの、南の手を見てても、山本太郎さんの時がなかなか面白かったかなと思うんですよ。柳沢慎吾さんとかも出てましたけどもね。いや、懐かしいですね。はい。それで今回の山本太郎さんのスタイルなんですけども、今までね、取り上げられなかった声を取り上げるっていうところでは、私も非常に、あのー、ガイド演ですね。同じことを話してるのに、いつもの内容が違っていくっていうことで、 どの街頭演説もね、見てしまえば聞き入ってしまうんで、ものすごく面白いなぁという風に思ってます。人気の秘密もわかるような気がしますね。で、私自身街頭演説には何回か参加させてもらってね、すごく盛り上がった覚えがありまして、私自身質問させてもらって、山太郎さんの対応もしたりとかね、ズームでお話しさせてもらったりも結構あってね、あの、レア新選組さんとは結構ご縁が深いんですよね、速果塾ってのは。はい、それでですね、今回の名言はね、あの、 どうせなら過去の結果としての現在よりも未来の原因としての今を大事にされた方がいいんではないかなというふうなことを言われたルパードケッセルリンク外相のこととをお話しようかと思いますこのルパード・ケッセル・リンクっていうのはあのアニメーションの、ね、中の一文なんですけども「銀河英雄伝説」っていうのが出てきてあの銀河帝国とそれから自由惑星同盟っていうのが対立している構造になるんですよね。 自由惑星同盟っていうのは銀河帝国の中のまあ一地方国家なわけですよで、えー、銀河帝国の専制主義に対抗して俺たちは自由主義をやっていくんだってことでその権利を確く何もぎ取るための戦いなんですけどもその間にいるのがフェザーンっていう貿易国家なんですよフェザーンは言ってみれば中立で両方に情報や武器を売ることによって一番儲けてるところなんですよね まあですので、そのフェザンっていうのは、将来的にはその自由惑星同盟に、銀河帝国に結局、あのー、まあね、掌握されてしまうことにはなるんですけどね、簡単にね。で、その中で、あの自由惑星同盟っていうのと銀河帝国。銀河帝国ってのは帝国ですから王朝があるわけなんですよ。で、王朝の切り替わり目っていうのがあって、まあ王様がね、こう入れ替わる時なんですけども、古い王様がもう自分の権力がなくなったことを察して、 自由惑星ドームに亡命しようとするときに、ルパード・ケスルリンクに仲介をお願いしたとき、まあ、そのときにね、言った言葉がさっきの、おどうせなら、あのー、過去の結果としての現在よりも、未来の原因としての現在として捉えた方がいいんじゃないかなってことなんですよね。短い言葉ですけども、確かにね、現在ってのは変わらないんですよ。だから、今までこうだったのに、なんでこうなっちゃったんだろうっていうふうに、現在を捉えるのか、 そうじゃないと。今から行動したことの積み重ねが全部未来につながるんだっていうふうに考えていくかなんですよね。まあそういうふうに私もね、ああ確かになぁと思ったりするところもあります。そしてこれに似た言葉でね、あの、まあイップマンっていう映画があるんですよ。カンフー映画が。そのイップマンっていう映画の中でドニー・イエンさんがあの仲良しの刑事に言うんですよね。その刑事は、あの当時中国人の支配が抑圧されてイギリスに支配されていた当時時代があったわけですよね。 で、イギリスの上司がイ、イギリス人の上司が警官にいて、そのイギリス人の上司を向く持つその刑事がですね、イップマンに言うわけですよ。いくら俺たちが頑張っても、結局上司には通らねえよ。一人じゃ何もできないんだ。と俺たちは組織を変えてるから、ねお前刑事でな,んなのに、不正を見て見ぬふりするかってお前は言うけれども、お前はカンフーの先生だからいいよと。俺は 警察の仕事もしないといけないときに、正義だけでやっていけないんだって。上司がでかい壁になってるんだから。お前がカンフーの達人でね、世の中変えられるのかっていうふうに詰め寄るんですよ。そうすると、イップマンはやっぱいいこと言うんですよね。どんなことでも、すべての今の行いが全部未来につながってるんだぞ。子供たちが見ているぞって言うんですよ。つまり、私たち大人がやったことの、 全ては未来につながっていて、その未来を生きていくのは今の子供たちなんだ。罪もない、選択肢もない子供たちなんだよって言ってるわけなんですよね。で、少しずつ現実を変えていくために、目先の損得ではなくって、将来的な展望を見て、二人は活躍することになるんですけどね。で、これっていうのはビジネスにも生きていて、今日眠いから、今日辛いから、今日難しいから先延ばしにしてね、結局それが未来につながってるわけですよ。何の改善もないです。 でも今日は苦しいし今日は一時的に情報商材買うのにドリームアカデミーに120万払うかもしれない120万確かに痛いよでも将来的にいくら稼ごうとして120万痛いと思ってるんですかってことですよ50万稼ぐのにね120万払おうとしてるわけじゃないでしょう月に50万100万とか稼ごうとしてるときに例えばドリームアカデミーに120万払いましたちゃんと勉強しました月収100万ですそしたら1回の月収でペイできるぐらいじゃないかって話なんですよね まあそういうふうに考えて自分が購入するものっていうのは一時的な出費が痛いのかそれとも長期的なやっぱりリターンを見ているのかってことをね考えていかなきゃいけないかなとだから未来をねちゃんと計算していかないとなってことなんですよまた未来を考えすぎて今が暴走されてもいけないんですけどねルパートを消せるリンクでした